パチプロが好きなパチンコメーカーランキング。パチンコの MC が世界史一回一つ、今度春菜がパチンコの正しさと勝ち方を伝えするチャンネルです。はい、どうも、今度春菜でございます。というわけでですね、本日はパチプロが好きなパチンコメーカーランキングベスト5を発表していきたいと思います。イエーイ、イエーイ。はい、というわけでね、まあパチプロといってもね、パチプロ100人に聞きましたとかじゃないんですけど、僕が勝手にねベスト5を発表するんですけど、まあおそらくパチプロの人たちも、まあ、共感してくれるんじゃないかなと思います。はい、なのでもこれがもう決定版と言っていいでしょう。パチプロが好きなメーカーっていうのはどういう会社が好きかっていうとですね、まあ、基本的には技術介入が使えるかどうかっていうところが最大になってきます。はい、あとは演出が、無駄な演出が少ないかどうか、はい、やたらねもう無駄な演出がたくさん見せてきて外れてみたいな会社ありますけど、そういうちょっと会社はね好きになりませんね。はい、というわけで発表していくんですが、まあ今回1位の会社のね、僕が好きなね、例えばハンターハンターとか、まあ、ドラゴンボールとか、まあ、キングダムとかがねパチンコのね台になるとしたら、ぜひ1位の会社にね手掛けていただきたいなって思ってます。はい、まあ判決上の理由でね多分無理でしょうけど、パチンコハンターハンターとかね、見たいですけどね。はい、まあ、そんな感じで発表していきたいと思います。はい、で今回発表するにあたってグループ会社、同じ会社ありますね、ちょっと見させてね、同じ会社、例えば平和とアムデックさんが同じ会社とか、三陽とサンスリさんが同じ会社、はい、サミーさんと太陽さんと太陽エレックスさんと銀座が同じ会社、京楽さんとオッケーが同じ会社など、まあ、グループ会社ありますよね。はい、でこのグループ会社は一つの会社として紹介させていただきたいなと思います。はい、まあ、ちなみに今余談なんですけど、グループ会社を作っておくことによって、なんか検定とかがね取りやすくなったりするらしいんですよね。はい、まあそんな感じでベスト5早速していきたいと思います。はい、というわけでランキング発表していきたいと思います。第5位、ニューギンでございます。もう遊びに真面目というキャッチコピーがね、僕はめちゃくちゃ好きですね。まあそのキャッチコピーは別にどうでもいいんですけど、はい、ちなみにニューギン代表機種っていきましょうかね。代表機種がもちろん花の刑事シリーズ、はい、ガラスの仮面、野生の王国とかですね。はい、ニューギンさん、なんですか、いいかというとですね、やっぱりね、ひねり打ちがね、結構使える機種が多いですね。はい、で、飛び打ちも、ちょっと難しい方がいいんですよ、ぶっちゃけ、プロは。難しい方が、個人との、差別化、個人の差別化ができるので、はい、ちょっと難しめになります。はい、でもね、ニューギンさんのね、一番最新のね、009とか、あとなんだっけ、弾丸論破とかかな、あのね、ひねり打ちしてるときに弱く打ちすぎると落ちちゃう、天井に当ててるにもかかわらず落ちちゃう機種が結構最近できてきてるんですよね。はい、あれやめてほしいですね。はい、あれのせいで弱くやりすぎてもダメみたいになってね、それがちょっとマイナスでちょっと低めになりましたね。はい、でレンはもうほんとね、レンのね、もう入賞準賞かだからね、それでね、ちょっと刑事がね楽しみしたのにねダメだったんですよ。はい、漆黒はいいんですけど、はい、まあ、そんな感じでございます。ちなみに僕の思い入れのある機種はニューギンさんの555です。はい、あれはめちゃくちゃ来ましたね。555セカンドシーズンっていう台があったんですけど、それはねもうね結構ね旋風角が拾いました。朝角もめちゃくちゃ拾いました。もう何年前だ、15年くらい前じゃないかな。はい、15年、うん、あ12年ぐらい前かな。555、工事のネタですね。あ、それが思い出してございます。はい、第4位、三強さん、かっこビスティさんとジェイビーさんですね。代表機種がエヴァシリーズ、アクエリオンシリーズ、シンフォギアシリーズ、コードギアスです。もう5位からもう4位は結構差があります。ちなみに、はい、4位3位に1位はもう密集してる、はい、っていう感じなんですけど、4位なぜ三強さんがいいかと言いますとね、まず三強さんはねステージ性能がいいんすよ。はい、だから通常時にステージ止めをしっかりすることでマジで回転数に差がつきます。はい、しかも結構ひねり打ちも使えるね。あで、やっぱりね、僕が去年稼ぎまくったらいいんですよ、エヴァのね、あの
最新のは使えなかったけど、やっぱ首都申請では、まあ稼がせてもらった。もう、通常時に右貯めれるしさ、左打ちも7割効くしね。はい、相当いい台ですよね。はい、で、シンフォもまあ、1も2も僕相当稼がせていただきましたよ。はい、シンフォ2に関してはもう通常時に小当たりが来たら右に打って貯めるとかさ、あ、右、アタッカーにぶち込むとかさ、はい、で、ひねり打ちも結構使えるでしょ。はい、相当いい会社ですよね。三協さん、ありがとうございます。三協さんのキャッチコピーなんだっけ何だっけ、三協さんのキャッチコピー。はい、今日発表するね、ランキングのキャッチコピーと激アツ柄を全部言える人は、一流のパチンカでございます。はい、はい、第3位高尾です。これ意外と予想してなかったかもしれないですね。皆さん、高尾、代表機種はカイジシリーズ、クイーンズブレスト、一騎当選、銭形平次ですね。はい、高尾はなぜいいかというとですね、やっぱりね、これもですけど、ひねり打ちがマジで決まる機種多い。はい、食いぶれとか一騎当選とか、まあめちゃくちゃ使えるね。はい、9割ぐらいひねり打ち決まるんじゃないかなっていう感じですね。はい、で、演出がね、マジでね、なんすか、高尾クオリティというか、まずバグってますね。え、これで当たるのみたいなの多かったりとか、サプライズが多いですね。はい、で、僕の思い入れのある機種、高尾、やっぱりね、カイジ沼かな。カイジ沼、初代15年ぐらい前の機種ですかね。ただひたすら2個打ってくるんで、それの甘味なんですけど、ただひたすら2個って打ってくるだけなんですけど、バカみたいに弾増えたんですよ。はい、そんな感じでもう超稼ぎましたね、それは。はい、最新の高尾のね、カイジありますよね。まだ打ってないんですよね。あれどう使えるのかどうかちょっと分かんないですけど、もしかしたらひねりが、使えるんじゃないかなと思っております。はい、そんな感じでございます。第2位3位の3、3、3ですね。もうこれはさすがに入れていかなきゃいけないでしょ。機種はもちろん海物語シリーズ、銀ギラパラダイス、大工の源さん、ワンワンパラダイスですね。はい、もうこれには入れなきゃいけないでしょ、プロとして。はい、プロでね、海物語を打たないなんていう人はね、そういませんから。はい、この間僕が他のチャンネルでちょっと出演させていただいた、今なんか少しバズってるって言い方なんか、炎上してるって言い方なんか分かんないですけど、ちょたまくんパチプロのちょたまくんがいましたけど、彼ぐらいですよ、海物語の知識がほぼなかったっていうね。はい、大泡予告ってあるんですかって言いましたけどね、大泡予告って何ですかって言いましたけどね。はい、まあ、パチプロだったら基本的には海シリーズはもう打ってます。はい、もう余計な演出が少ない、シンプルイズベスト。はい、最近のね、三洋三水さんね、結構技術介入でマジで弾増えたりとか、使いひねりできたりとかするんですよね。ワンワンパラダイスとか、大工の源さんとか、銀ギラパラダイスとかね。はい、まあひねり打ちとかね、サポート目がかなり有効なんですよね。ああ、もう三洋さんはもうパチプロみんな大好きなんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じでございます。続きまして第1位です。第1位どこでしょう。西陣でございます。いやー、もうね、10年くらい前だったらね、まさか1位で西陣ですって発表するとは思わなかったですね。はい、ちなみに1位の西陣さんの代表機種、モモキュンソードとか、織田信長、モンキーターン、ユユユとかありますね。やっぱりね、西陣さん、なぜいいかというと、これもやっぱりね、ひねり打ちがね、どの機種も大体効きます。ちょっとね、ハンドルに癖があってね、なんか1個多く出ちゃったりとか癖はあるんですけど、やっぱりね、ひねり打ちが使える機種が多いですよね。はい、で、モモキュンに至ってもやっぱり僕のもう今のベスト台と言ってもいいんじゃないでしょうかね。ひねりも効く、通常時小当たりで球も獲得できる、サポ中で球も増やせると、まあ、いう感じでね、もう大好きな機種でございます。ちなみにこの1位と2位はもう差がなかったですね。もうどっちが逆でもおかしくないぐらいな、はい、そんな感じでございました。西陣さんはちなみにまあね、そんなにぶっちゃけでもね、思い出のある機種はね、ないんですよね。はい、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、最近やっぱりね、激安ないい台が多い西陣さんが第1位でございます。はい、以上でございます。ぜひコメント欄にね、皆さんの好きなパチンコのメーカー、こういうメーカーが好きですとか、
こういう儀式が好きですとかあればぜひコメント書いていただけたらと思います。というわけでですね、本日もおまけトーク用意してるんですが、おまけトークなんですけど、僕が思い入れのあるメーカー、ランキングに入らなかったんですけど、思い入れのあるメーカーも本当にね、ランキングに入らなかったのがね、残念で残念で仕方がない、はい、すっごい思い入れのあるメーカーさんがあるんですね、はい、そちらを発表していきたいと思います。はい、というわけで最後までご覧くださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけでおまけトークでございます。はい、今日はね、まあ、ランキングには入らなかったんですけど、僕の思い入れのあるメーカー発表していきたいと思います。はい、それはどこかと言いますと、京楽でございます。京楽さんね、あと OK さん、グループ会社 OK さん、はい、でございますね。はい、なぜかというとですよ、僕は、まあ、パチンコ一番、まあ、がっつりしっかりやってた時が、やっぱりね、もう何回言ってますけど、初代銭形平次とか、プロポーズ大作戦とか、スケバンデカとかね、もうね、出てきてね、もう斬新だったんですよ。電柱じゃないんですよ。こういうパカパカなんですよ。そこに合わせて、左に行って、右に行ってとか、弱で打ってる、強打が打ってとか、ひねり打ちも前引いたし、超打ち込んだんですよね。はい。あとは、まあ、必殺仕事人シリーズとかも、まあ、それはひねり打ちとかはなかったんですけど、まあ、ホールがメイン機種で使ってて、まあ、打ち込んだんですよね。はい。相当打ちました。で、あとは、美空ひばりとかか。パチンコも本当、始めた当初の時に打ったのが美空ひばりで、いや、銭形が熱いとかさ、めちゃくちゃ面白かったんですよね。はい。ただね、最近の京楽さんね、本当ね、愛してるんですよ。愛してるからこそ、まあ、苦言じゃないですけど、言いたいんですけど、まあね、面白くないし、技術介入もね、使えないしね、もうね、もう本当ね、僕、がっかりしてるんですよ、正直言ってね。うん、僕ね、Facebook の、京楽のね、グループがあるんですよ。京楽友の会っていうグループがあるんで、あんまり言いたくないですよ。言いたくないんですよ。そこにちょっと入らせていただいて、京楽関係者の方々ね、一緒にいるのでね、あんまり言いたくないんですけど、まあ、愛してるからこそですよ。はい。なんか、技術介入もまあ使えないし、あとね、最近さ、下皿がさ、ないでしょ、京楽さん。はい。あれでね、玉がね、しょっちゅう詰まるんですよ。はい。で、玉出ねえ。出ねえじゃねえかみたいな、ちょっとイライラしたりとか、あとね、小当たりなし機とかだと、玉が出てこないって、で致命的になったりとかする時もあるんですよね。はい。なのでね、京楽さんが最近ちょっとね、不調と勝手にまあ僕が判断していいのかわからないですけど、不調な感じがするのがね、僕は本当ね、残念で残念で仕方ないわけですよ。はい。という感じでございます。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。今度こそ、バイバイ。